吹きこぼれ防止器の取扱説明書磁気性吹きこぼれ防止器。両側に一つずつくぼみが設けられ、くぼみのある側が高くなる、要円盤内部に傾斜が設けられていることが確認できる。ガラス製吹きこぼれ防止器、ステンレス製吹きこぼれ防止器。吹きこぼれ防止器とは、鍋底において液体の沸騰時の吹きこぼれ、及び特に牛乳の沸騰による焦げ付きを防止するための調理器具である。 吹きこぼれ方式は円を盛り上げ、一方向にくぼみを設けた円盤の形をしている。表裏両用とするため、二方向にくぼみを設けているものもある。円盤の内側は平坦ではなく、くぼみのすぐ後ろ側に水蒸気を集める空間を設けるため、くぼみのある側が高くなるよう傾斜している。水蒸気は吹きこぼれ方式の元に集まり、くぼみのある側を持ち上げる。 鍋底の液体の対流と同時に水蒸気が放出されるためガラガラという音が発生する。吹きこぼれ方式はビンセント・ハートリーにより1938年に発明されラテン系の国々に広く普及した。通常であれば沸騰した液体は吹きこぼれることはない。例えば牛乳やパスタを加えた場合など脂肪、澱粉、 その他の物質が沸騰した水の中に含まれている時に吹きこぼれが発生する。沸騰した液体の表面に膜が形成されるためである。液体の粘度が高い場合、水蒸気が膜の下で泡を形成し、膜を鍋の円より上に押し上げるため吹きこぼれが発生する。吹きこぼれ方式は細かな水蒸気の泡を一つの大きな泡にまとめ、 液体表面の膜を破るような形で泡を放出することにより、この過程を妨げる。また、吹きこぼれ方式は、液体が沸騰するとガラガラと音を立てるため、調理を行うものは、沸騰に気づきコンロの火力を弱めることができる。吹きこぼれ方式は、さらに、液体を鍋底付近で循環させることにより、液体が一箇所にとどまり鍋底に焦げつくのを防ぐこともできる。 ありがとうございます。